はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のシルエット博士のコーナーで、皆さん分かりましたか？今回の答えは土壌だったんですが、今回みももも全然分からなかったですよね。私も正面から見て魚かなとか飛行機かなとかいろいろ思ったんですが、土壌っていうところは小さいお子さんに分かったのでしょうか？分かったお子さんがいたらとてもすごいですね。はい、今日はお母さんと一緒のシルエット博士のコーナーで土壌についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。